どうも皆様こんばんは。ハブピース東京ハブストーリーの時間でございます。よろしくお願いします。お願いします。いやあらららら、こんばんは。はじめまして。はじめまして、ウェズと申します。ウェズさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、あすいません、どこ中ですか。よかつ中。よかつ中、よかちゃーって言われますよね。じゃあ、言われます。よかちゃー、よかちゃーっていう人と、うん、よかちーっていう人います。あ、いる。あれ、なんだろう。あれ、なんすか。僕もわからないし、あれは。よかちゃーでやった。よかちゃーって言われることが多いですね。まあ、多いですよね。あれ、なんだろうな。まあ、まあ、いいんじゃない、どっちで。ヤブエズさん、乾杯。はい、いただきます。乾杯。お願いします。花花、どうも、どうも、どうも。花花が出た。あー、うまい。じゃあちょっと、どんな人なのか、はい、じゃあページめくっていきますね。はい、よろしくお願いします。さあ、見ましょう。上津康成さん、43歳、はい、発行部数100万部超え、え、大ヒット本を手掛ける編集者。あー、そうですか。はー、すごいですね。すごい方でした。また、100万部、うん、そうか、塩さん本好きだから。そうですよ ね、だってもう今10万部超えないぐらいの時代ですもんね、うんうん、本なんて。おっしゃる通りです。そうですよね、はい、ちなみに今日これが、はい、ありがとうございます。だってこれ見たことある、中吊り広告とかでも見たことある。見るし、はい、すごいですよ。だって史上初年間ランキング3.5 年連続1位、はい、3.5 年3年半ずっと。そうですね。ええー、ビジネス書っていうジャンルですけれども、はい、これ100万部超えっていうのはもう、いやーすごい大ヒットですよね。そうですね、おかげさまで。でも目次から面白いですよね、うん、初対面で何を話したらいいかわからないとか、そういう思いを持ってるいろんな人たちに伝える。話の上手い人の人生はなぜうまくいくのか。はあ、気になる。これ強いですね、うん、話す力はスキルよりメンタル、はあ、あ、読みたいもんな、もう、うんうんうん、編集者っていう職業自体が僕らはちょっとこうあまり馴染みがなかったりするんですけど、そうだよね、うん、編集者っていうのはこれどういう職業なんですか。一言で言うと、うん、まあ、本を作って届けるための仕事を全部やるっていう感じですね。職人さんとか職人の方とか、うんうん、デザイナーさんとか、はい、まあ、営業マンとか、はい、いろんな人の力を借りながら本をこう広げていくみたいのが、まあ、簡単に言うとそういう仕事です。はー、じゃあ世に出てる全ての本は、うんうん、ほぼほぼ編集者さんが世に出してるっていうことですかね。そうですね、編集者と作家さんとか著者さんっていうんですけど、はい、書く人、うんうん、その人たちの2人でまずは出発点になって、うん、会社とか書店さん側はこう、うん、編集者がいろいろお願いしたりとか、うん、営業マンにお願いしたり、はい、PR の方にお願いしたり、うん、映画で言ったら、まあ、監督とかプロデューサーを両方一緒にやるみたいな、はい、でレストランで言ったら、うん、シェフとオーナー両方やるみたいな。なるほど。そんな上津さんがどんな人生を歩んできたのか、はい、1979年生まれですね、うん、物静かな少年時代。そうですね。なんかこうあんまり活発な方ではなかったんですか。活発じゃなかったですね。ゲームとか、はい、あと野球とか、はい、野球、少年野球やってらっしゃった。少年野球もやってたんですけど、はい、運動神経良くなかったんで、はい、ライト8番みたいな。ライト8ライト8でも読書感想文とかは受賞されてたんですね。そうですね、うん、本は結構当時から本が好き。好きなんですか。本が好きでした、ね、やっぱり本とか図書館に借りたりとか、はい、漫画を結構読んでて、渡るがピュンとか。あ、うわ、懐かしい。渡るがピュンとか名作ですよね。名作。あとずっこけ3人組。懐かしい。図書館にずっこけ3人組シリーズ読みましたね、みんな。久しぶりすぎてなんか嬉しいな。嬉しいな。当時はじゃあ将来の夢は何だったんですか。でもあれですよね、小学校の時ってあんまり夢とかそこまで考えてなくて、そっか、毎日なんかゲームしたり、はい、音楽聴いたりとか、はい、漫画読んだりして、はい、今楽しければみたいな感じではあったかもしれない。まあでもそうですよね。出ました、よかつ中高。あ、休養。そうですね、休養高校に進まれて、はい、人生を変えた一冊との出会い、これまずお伺いしていいですか。そうですね、高校時代に、はい、あのクラスでこう、うん、漫画を回して読むみたいな感じだったんですよ。ありますよね。大井龍馬っていう
坂本龍馬の、はい、ありましたね、大井龍馬、はい、小山優さんが書いて、はいはいはい、武田鉄矢さん原作のやつを読んで、名作ですよね、読まれ読みました、読みました、僕もあれに感化されて、あ、まあ、龍馬がこうある時こう土佐高知から、うんうん、江戸に行く脱藩する時の、脱藩する時あるんです、はい、あれ見た時にあかっこいいなと思って、うん、で僕もちょっと一回ちょっと内地行ってみたいなっていう、それで龍馬の脱藩を見て俺沖縄から脱藩ですか、そしたら、まあ、脱藩というか、まあ、江戸みたいなとこに若い時はやっぱ行きたいなと思ったんですよ。そういうことで影響を受けたんだ。修行しに行くじゃないですか、龍馬。はいはい、行きますね、剣の修行、うん、だからそれにまあ単純ですけど、はい、憧れて、はい、あそこなんだね。でも修行もともと持ってたんじゃない、なんかそういう野心が、まあ、ここではないどこか的なね、うん、そうそうそう、まあ、じゃあとりあえず、龍馬に感化されて東京へ出よう、はい、うん、っていうその時の旧横高校時代の夢は何だったんですか。スポーツ関係のこう伝えるメディアの仕事はしたいなとは思ってたんですよ、はいはいはい、中学ぐらいの時に、うん、イチロー選手がこう、はい、オリックスにまだいて、うんうんうん、レーザービームみたいな、はい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 、でそれをこう古舘、確かイチローさんだったと思うんですけど、はい、実況でイチローのレーザービームだーみたいな、はい、あのシーンがすごい印象的で、はい、僕はやっぱ野球はこう下手だけど、うん、それ伝える仕事はできなんかやりたいなと思って、うん、伝える仕事ならできるかもしれないっていう、はい、ものがあって、うん、それで漠然とメディアの仕事を行きたいなっていうのはあって、高校時代は漠然とですけどそういうものはありました、ね、ああそうなんだ。でもなんか好きなものをいろいろ試していった結果僕にはこれができるかもってなってきてる状態ですよね。そうですね。そっか、それでじゃあ大学で、憧れの大都会東京しかしっていうことですけど、はいはいはい、大学進学で東京に、うん、そうですね、大学はどちらへ。大学は早稲田。早稲田、そこでしかしっていうのは何ですか。確かに上京してでやっぱり東京って結構やっぱ沖縄と違って、はい、こうコミュニケーションの仕方も違うし、はい、ちょっと最初つかめなくて、はい、思ってたほど最初楽しくなかったんですよ大学が。で東京に沖縄県人寮って言って、はい、沖縄の人たちが集まる寮があるんですよ、はいはい、学生たち。何でしたっけ。南東寮。南東寮、はいはい、沖縄県人寮に住んでたので、はい、県人寮はやっぱみんな仲勝手知ったる仲、うちらんち同士だし、うちらんち同士だし、はい、楽しいじゃないですか、はいはい、でゲームしたりとか、うん、いろいろ遊んでて、遊んで結局大学1年生取れた時に取れた単位が6単位だけだったんですよ。6?6? 親不幸なんですけど。いやいや、そうですよ、めっちゃ怒られるんじゃないですか。親なんて言ってたんですかその時は。もう呆れてましたね。あーもうブチ切れとかではなく、なんくるないさーじゃないですか。よかつろうとうか、ね、怒ってたかもしれないんですけど、でも、まあ、離れてるから、あ怒るに怒れないし、僕ももうやめたいなと思ったんです。あそうですか、へえ。で、あでもやめるのはちょっと考えた方がいいからもう一回やって、ね、いやだって早稲田ですね。そう、じゃあそこ1年目でいきなりやめ、はい、やめてはないですか。やめてはないです。だから、うん、6単位で、はい、よし頑張ろうっては2年目からは、はい、頑張るんですね。まあ、なんとか頑張り出して、はい、大学のすぐ近くに引っ越して、はい、うんうん、このままだとめっちゃ親不幸だなと思って、それはやばい、まあ、その責任感、はい、バイトは何されてる。バイトはツタヤっていう、あの知ってます、知ってます。いやいや俺らさすがにツタヤは知ってる。いやいやいや、いい人すぎますって。渋谷のスクランブル交差点、はいはい、はい、あのとこでバイトさせてもらって、めっちゃ忙しいですよね。めっちゃ忙しかった、大変でした、ね、これ蔦屋を選んだのは理由はあったんですか。もともとだから本が好きっていうのと、はい、あと音楽とか映画、うんうん、まあ、漫画も好きだったので、うんうんうん、蔦屋って全部揃ってるじゃないですか、はいはいはい、でそれでいいなと思って、うん、はい、それで入りました、ね、うん、いや自然とやっぱ本にこう なんかね近づいてきた感じしますね。近づいてきてますよ。そこからですね、うんうん、あ早稲田大学を無事卒業後、はい、出版業界の道へ。いよいよか。出版業界を選んだのは、うん、この就職活動の時点で出版に行こうって決めたっていうことですか。そうですね、うん、最初学生時代の就活の時は、はいはいはい、
新聞社とか、はい、テレビ局、出版社というメディアをまあ一通り受けたんですよ、うん、でもまあ6単位、最初6単位でちゃんと勉強もしてなかったので、はい、やっぱり受からなくて、はい、でその就職留年みたいな感じで卒業はするんだけど、はいはい、就職しないっていうフリーターになったんですよ、はいはいはい、でそのフリーターちょうど2004年だったんで、はい、あのヨーロッパでユーロ2004っていうサッカーの大会で、はいはいはい、そこにちょっと1回6月にあったんでちょっと行ってきて、その写真なんだ、はい、これユーロの時の写真ですか？ユーロの、はい、スタジアム、イタリア対デンマーク、イタリア対デンマーク、はい、どうでしたその時は。そうですね、うん、なのでもともとメディアでスポーツ関係だったので、うん、はいはい、でサッカーのお仕事に就きたいなと思ってて、うん、それでユーロ2004に行って、うん、10日ぐらい行ったんですけど、お金を貯めて、はい、アルバイトで、はい、あのホテル、ビジネスホテルで、はい、夜にフロントをする、フロントしてたんです、はいはいはい、で泊まりに来る人に鍵渡して、うん、帰りにこう生産するみたいな、泊まり込みの、それとあと、スポーツ新聞社と、はい、で、アルバイトをしてたんです。サッカーのなんか中田英寿さんとか小野伸二さんとかの試合を夜見て、うん、テレビで見て、そのスコア、シュートの数とか数えてみたいな、そういうバイトがあったんです。はいはい、データ集計みたいな。データ集計って言って、発行部数100万部超えのビジネス書、人は話し方が9割をはじめ、多くのベストセラーを手掛ける本の編集者、与活中出身の上津さんとユンタク。じゃあ就職が決まったのは27歳の時。そうですね、その後が2年、2、3年ぐらいこうフラフラして、はいはい、就職料金にで、うん、ある時こう出版業、スポーツライターとか、うんうん、まあ、ナンバーとかそういう朝日新聞とか、はい、日刊スポーツみたいな、うん、スポーツ系の仕事をやりたいんだったら、うん、成功法だと多分入れないから、うん、一旦出版業界とかメディア業界に、どんな小さい会社でもいいから潜り込んだ方がいいって言われたんですよ、先輩に、スポーツライターさんとかメディアの方に。とにかく携われと。面白いですね。業界にまず入らないと、はいはいはい、あの成功、そうですね、大大手のど真ん中にでもエリートたちがいっぱい来てるから、うんうん、はいはいはい、そこは難しいぞは言っていただいて、それで手当たり次第受けて受かったのがスバル社。はあ、そういうことなんですね。でスバル社に27歳で、その時は入社が決まった時はもうやっと来たぞっていう感じですよね、はい、こっから。そうですね、そっからのいきなりの、ヤス編集者に向いてないよね。え、そんなこと言われるの？これは何ですか、ですね、この言葉。編集者って、はい、そうなんかこう、なんでしょう、プロデューサーさんみたいな。ちょっとイケイケの感じってことですか？イケイケな感じ、やり手な感じ。なはい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 。それっぽくないっていうこと、うんうん、で、まあ、いろんな方に言われて、はい、まあ、自信を、まあ、失いながらこう働いてた感じです、ね、うん、入れたことがやっぱりすごい嬉しかったんです、はい、編集者になれたっていうのがやっぱり嬉しくて、うんうん、もうしがみつこうっていうので必死でした、ね、まあ、向いてないねって何に言われようと関係ない、はい、もうやるしかないみたいな、もうそういうことですね、みたいな。いろんな挫折はあったと思うんですけど、うん、この僕ら編集者さんの挫折ってどういうことがあるのかっていうのがあんまりイメージがわからないですけど、まあ、企画が通らないっていうのが最初にあの打ち当たる挫折というか壁ですね。はいはいはい、毎月企画会議とかで、はいはい、企画書を書いて、うん、こう出して、うん、で通ったら本が作れるんですけど、うん、それがもう全然通らなくて、うん、毎月も何本も出しても通らなくて、うん、でも朝まで考えても企画が一行も出てこないみたいなことにもなったり、一行もやっぱもう、あ、通らないかもって思いながら考えると出てこないですよね。うーん、そっか、っていうのがもうずっと続いて、うん、最初はもう暗闇をこうなんか、そっか、やっと入れたけど、うん、真っ暗。楽しかったんですけど、うん、やっぱ企画通らないとなかなか、あ、辛いですよね。自分の企画をやったみたいな、うん、スバル社っていうのはビジネス書が多い会社、ビジネス書が多いですね、うん、ビジネス書以外もあるんですけど、はいはいはい、じゃあもうやっぱその企画がやっぱ大事なんですね、うん、企画が大事で、その著者誰を連れてくるとかっていうより、
もうその元々の時点の作戦がやっぱりそうですね。うん、まあ、著者の強い著者さん連れてきたら全然通るんですけど、うん、はいはいはい、それで連れてくるのがすごい難しい。そうですよね、新人がいきなり連れてこれるわけないですもんね、そこが全然わからなくて、うんうん、今思えばあの企画をこねくり回してたなって自分は思うんですけど、はいはい、振り返れば当時はもうわからないので、うん、ずっとこうもがいてた感じです、ね、そこから仕事として結果を出していくまではどういう挽回をしていったんですか。でもおかげさまで企画は通らなかったんですけど、はい、本、うん、先輩の本とかやらせてもらって、はい、それが、まあまあ、増刷っていって、はい、売れたらこうもう一回するみたいなのがあるんですけど、うん、それがおかげさまでかかったりとか、うん、ちょこちょこは売れてたんですけど、うん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 、ずっとでも挽回できたっていうか、もう必死になんかやってたら、うん、気づいたら今に来てたみたいなぐらい、いまだになんかもがいてますけど、じゃあこう自分を変えようという努力みたいなこともしていかれましたか。あ、そうですね、とにかくやっぱいろんな人に会って一、うんうん、人でやるのはちょっと限界があるなと思って、うん、いろんな人からこう勉強お仕事いただいて、知恵をもらって、知恵をもらってアドバイスもらってとか、はいはいはい、いろんなところからこうなんかまあ、インプットがないとアウトプットできないですもんね。いろんな方にお会いしたりしましたね、うん、会いに行く形ですか、インプットするために。そういう飲み会とかがあるんですよ、編集者飲み会、はいはい、ここに混ぜてもらって、はい、売れてる編集者が集まる飲み会に。あ、売れてる編集者、ベストセラー編集者、はいはいはい、はい、そこに行ってこうお話を聞いたりとか。いや、編集者もそうなんです ね、 ね、売れてる。いや、芸人さんよくあるじゃん、売れてる、はい、やっぱ先輩、はい、芸人さんと飲んだ方がいいよって、うんうんうん、とかね、やっぱ言われるんで、はい、どの業界もそうなんだと思って、うん、なるほどね、そこから盗んでというか、はいはいはい、そうですね、あ、本当まさにおっしゃる通り、はい、同じような感じでも会いに行って、はい、潜り込ませてもらったっていう感じです。はあ、はあ、はあ、人は話し方が9割に行くまで、うん、そこからどういう道をたどるんですか。まあ、そこからはいろいろ本を作ってはいたんですけど、うん、その大ヒットみたいなのはやっぱ出なくて、うん、まあ、プチヒットみたいな感じで、はいろ、はい、まあ、んなこう本を作っていろんな人には会ってて、うん、それである時その原口大輔っていう、うん、その長松さんを紹介した、うん、してくれた営業マンと、まあ、会って、もうそういう交流会とかで会う機会があって、うん、まあ、ずっと面識があったんですよ。それで原口が転職してきた時に、うん、まあ、ついに原口がすごい優秀というか、うん、業界で有名な営業マンだったんですよ。うん、で、うちに来てくれましたねって言って盛り上がって、うん、そこから長松さんを紹介するっていう流れになったんですよ。じゃあ、この本を、人は話し方がを出版するまでの間に、うん、まあ、出した作品で、はいはい、こう、うん、得意なジャンルであったり、はい、こうなんだろう、ウエスさんなりに、うんうんうん、俺はこれができるってなってたものってあったんですか。うん、ですね、1分仮眠法って本を出したんですよ。はい、1分仮眠法。僕が仕事中にすごい眠くなったんですよ。うん、で、1分とかで目をつぶって、うん、また集中力を取り戻せることができないかなっていう、うん、悩みから出発して作ったものなんですよ。へー、面白いっすね。で、その1分間見本もそうだし、はい、人の話し方9割もそうなんですけど、うんうん、僕が苦手なこととか、うん、悩んでることとか、コンプレックスが結構、はい、なんだろう、種になってるというか。あー、面白いっすね。それがハマった時が結構こう、まあ、ヒットになりやすいかなっていうのは。へー、悩んでることというか。すごいっすね。あ、そこ、そのフィルター通して、ね、面白いね。なんかね、うん、そう、まあ、芸人さんとかがよく、はい、若い頃のコンプレックスが自分の笑いの軸になったっていうようなのと一緒で、はい、編集者さん自身のコンプレックスから生まれた作品がヒットにつながるわけですね。つながりやすいかな。あ、面白い。いや、いい話ね。うん、いや、ちょっといい話、本当に、うんうんうん、ちょっとめくっていきますね、はい、編集者として大事なこと、これお伺いしていいですか。そうですね、まあ、さっきの話したコンプレックスとか悩みから出発するっていうこともありますし、うん、はい、いろんな方に読みやすい本を作る、分かりやすい文章を作るっていうこともあります、うん、例えば自分の母親が読めるような本ですとか、うんうんうん、それも大事にしてるんですけど、うん、何よりやっぱその本とか作品をこう自分が一番こう好きでいられること、
で可愛がれることが必要かなと思ってて、やっぱ本ってあの著者の方と共同作業、まあ、デザイナーさんとかもいるんですけど、作るの大変なんですよ。でそれができた時に本当子供みたいに思えるんですよ、ね、あうーんそっか。で子供をやっぱりこうちゃんと育てるというか、世に旅立ってほしい、羽ばたいてほしい、はい、そのためにこうなんだろう、愛情を込めるみたいなのがすごい意識してます、ね、うーんそっか。やっぱ漫画が大好きなので、はい、漫画の大ヒット作はあのいずれ手掛けられたら嬉しいな。はい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 、漫画はものすごい厳しい世界だし、そんな甘くないっていうのは分かってるんですけど、はいはいはい、やっぱり漫画が一番好きなので、はい、漫画はいつか やりたいな。うわいや絶対何かヒットを売れてたんなら生むでしょうし、ちなみに今こういう本を手掛けてるよとかっていうのはあったりしますか。はい、そうですね、この前、4月28日に発売したんですけど、はい、スバル社としては初めての小説を出しまして、はい、スバル社初めての小説、はい、恋愛小説を出しまして、はい、あのストロベリームーンっていう小説なんですけど、はいはい、ストロベリームーンっていうのが6月の満月のことを言って、はい、それを好きな人と見ると永遠につながれるという伝説がある月なんです、はい、それの本を作りました。で、今おかげさまで6釣りの3万3000分まで来て、ほあこれ、はい、わすげえ、わかわいい。今注目の作品。そうですね、この本ではこの編集者としてこうこだわった部分ってあるんですか。はい、小説の場合、はい、タイトルと、はいはい、やっぱりコピーとデザインっていうのが、はいはい、まず最初ですね、しっかり手に取ってもらえるようにやるということと、あとはPR をやったりとか、うんうん、そっか、やっぱそうですね、編集者が惚れ込んでるからこそできることですもんね。そうですね、ちょっとこれは注目です ね。さあタリさん、はいはい、ちょっとね、もう初めてのジャンルの話で ね知らなかったこともいっぱい知れたし、またね、こうなんかこう静かに燃えるうちなんちというか ね、こんな熱い人がいたんだみたいな、はい、ところにちょっとこう感動しましたけど、はい、今日お話しして上津さん、はい、どんな人でしたか。もうバシッとこれ言いたいと思います、はい、なめんなよヨカちゃんちゅです。ハブピースと、はい、ハブピースで押し切った、はい、まあヨカちゃんはこれぐらいすごいんだぞと。すごいです。多分これから上津さんが手掛ける作品僕らいっぱい見ていくことになるでしょうしね。あ、そうだね。それでいろんなところで感動を僕らもいただけると思いますんで。うん、あんま感情出さないですけど、今日楽しかったですか。いやめちゃくちゃリラックスして楽しかった。あ、よかったです。よかったです。ちなみに最後になんですけど、はい、人は話し方が9割の編集者として、はい、僕らの話し方どうですか。お前すごいな。最高です。話しやすく、て。あ、本当ですか。僕初めてお会いしたと思えないぐらいこうリラックスしてお話しできました。ありがとうございます。ちょっと言わせたかも。ほぼ言わせてた。というわけで本日のゲスト、はい、上津康成さんでございました。ありがとうございました。